こんにちは、クリッカークランです。今世界の自動車市場を牽引しているのは中国市場と言われています。実際中国自動車工業界の発表を見ても、直近2019年6月の中国国内での生産台数は 189.5 万台、販売台数は 205.6 万台の規模となっています。同じ時期の日本市場での販売台数は乗用車からバスまで合計しても29万台ですから、規模感で言えば7倍となっています。とはいえ中国の自動車市場は好調に伸びているわけではありません。 205.6 万台という大きな市場ですが、これでも前年同月比でいうと 9.6% のマイナスとなっています。中国市場はピークアウトしたと言われることもありますが、確かに数字の上では減少しています。そうした中でブランド国別でいうと唯一伸びているのが日系ブランドということです。トヨタ、日産、ホンダといった日系の大手ブランドは軒並み中国市場に電気自動車 BEV を投入することで勢いを増そうとしています。そういえば中国の自動車市場は BEV について世界の中で先行しているというイメージがあります。その点についても中国自動車工業会のレポートでは数字が明らかとなっています。2019年6月に中国国内で生産された BEV は 11.3 万台、 BEV の販売台数は 12.9 万台、なんと新車販売の 6% が BEV となっているのです。これは明らかに世界的に大きい比率であり、中国政府の進める NEV 新エネルギー車政策による成果だと言えます。もっともいわゆる出羽の神から大げさに伝わる情報では、中国は電気自動車ばかりになっているように思います。そうしたイメージからするとそれほど BEV が多いわけではなく、あくまでも主流は従来からのエンジン車ということもこの数字は示しています。ちなみに2019年6月に販売された BEV の 12.9 万台という数字は前年同月比で 106.7% 増ですから、まさに倍増。上半期1月から6月で見ても BEV 販売台数は49万台、前年同月比 56.6% 増と驚くべきスピードで成長しているカテゴリーなのは間違いありません。中国で NEV に含まれるのは BEV の他には PHEV プラグインハイブリッド車と FCV 燃料電池車ですが、同じく6月の発表値を見ると NEV 全体での販売台数は 15.2 万台といいますから、大半は BEV ということになります。 PHEV は2万台程度、 FCV は500台弱となっています。PHEV は減少しているのに対して FCV は前年比で 14.6 倍と大きく伸びているのは中国市場の特徴といえそうです。 FCV の市販化については日本のトヨタとホンダがリードしているのは知られているところですが、こうした技術力をベースに中国自動車市場において日系ブランドが強みを見せていくかどうか、今後の動きについては政府の判断に左右される部分も大きいでしょうが、中国の次世代自動車政策は日系ブランドへの影響を含めてますます注目です。